この広場で最後のはずよ。ああ、見たところ魔物も逃げ遅れた人もいないようですね。よっしゃ、ひとまずこれで一段落じゃない。最後の最後ですごいのが飛び込んできたぜ。可愛い女の子なら大歓迎だったんだけどな。こんなのに暴れ回られたら街がめちゃめちゃになっちゃうわよ。そんなことさせない。よし、ここで決着をつけようぜ。いざ運命の見こしゃ。かすっただけで吹っ飛ばされそうだぞ。そうだな、けど図体がでかいやつは小回りが効かないはずだ。ミスレード、ヨガだ、氷よ。近くで殴り合うって燃えるわよね。このスリルたまらないわ。おお姉ちゃん、いい趣味してるぜ。スレスレの緊張感がたまんねえよな。そうそうハッサンとは気が合いそうね。切り裂け、疾風炎舞剣、だいぶ弱ってきたみたいだ。このまま行けば楽勝だな。ちょっと最後まで気を抜いちゃダメよ。ふん、熱血バカと学級委員長、話してる暇があったら手を動かせ。分かってるってセザール、俺に任せとけよ。セザールこそ喋ってないで手を動かしなさいよね。にぎやかな3人組だね。もうひと踏ん張り、値段せずに行くよ。今度こそ本当に一段落です。皆誇るがいい、我々はこの街を取り戻したのだ。どうだい二人とも、前に悩んでただろ。双子の王に逆らうことが本当に世界のためになるのかってさ。これで答えが出たんじゃないのかい。ああ、私たちは戦うべきなんだわ。そのくらいにしておきな。本当の勝ち時を上げる前に声が枯れちまうよ。私たちの戦いはまだ終わっていないわ。さあ行こうぜ、双子の王のいる伝承の塔へ。